どうも北澤です今回は弥生賞の過去10年分傾向と対策データ分析を行っていきますえ非常に硬、まあ、い時は硬いんですけど荒れる時はもう10万超えというところで両極端なレースですね、まあ、ちょっと今年も消灯数になってしまいそうなんですけども、まあ、諦めずにオーナーの可能性がありますので見ていきたいと思います競馬ナビゲーターそれでは人気ステップの傾向からまず12番人気 は顕著もと書きましたでなんかこれですね半球杯の時と一緒で12番人気はそこそこ来るんだけれども、まあ、3番人気途端に来ないですよというところでまさにね半球杯その通りでしたねあんまりその人気動向ううっていうのは縛りたくないんですけど、まあ、傾向的に確かにそういうのが出てるということはまあ何らかの理由があって、えー、というところもあると思いますし、えー えーまあ、たまたまね半球杯が結果その傾向どりになったというのもあるんですけど弥生賞も実は1時番人気で7勝して復習率60%強い一方で、まあ、3番人気はちょっと20%というところでこの傾向フォーメーションとかその辺り買う方はね覚えておくのも一ついいかなと思いますそして、えー、2点目がホープフルステークス組が有力2年連続馬券圏内来てるというのもあるんですけど、まあ、過去、えー、ラジオ日経杯 12月の最終週、阪神で行われていて、まあ、このホープフルステークスが3年前から G1、そしてその前、G2 とかも含めてというところで、まあ、若干条件は違うものの、ラジオ日経杯の方も含めていくと、えー、かなり10年間で来ていますね。でえー、そもそも前走 G1 組はこのレース、副勝率71%ということで、かなり高いです。で今年し、ホープフルステークス組が登録段階で結構複数と おりますので、まあ、その中からどれを選ぶか71%ということは仮に4頭出てきたら3頭近くは23頭は来る確率になってしまうんですけども、まあ、その辺り取捨選択も慎重に行っていきたいです。えというところで3点目前走で重傷を走っていた馬が活躍過去10年の3着内馬、30頭中実二22頭が前走重傷組です。 ということは、まあ、残り8頭は非重症組なんですけどもまずはグレードレース走ってきた馬っていうのを重視したいなと思いますでは続いてキャリアその他の傾向まず4コーナー5番手以内が WP とウィニングポジションと書いてしまったんです勝手にね WP なんて訳しているんですけどえー、過去10年の優勝馬のうち実に8頭が4コーナー5番手以内にいた比較的前めにいた馬となってます、まあ、これ中山記念の時も同じようなこと書いてるんですけど やはり、えー、ペース的にもゆったりいって、まあ、最後ちょびっと末足を伸ばすタイプというところで、まあ、傾向的というかイメージとしてはやっぱりダノンキングリのような感じで、えー、なう馬がいいなと思ってます。でここに関しては馬券圏,圏内という意味でも過去10年の3着内は30頭中19頭は4コーナー5番手以内でしたので、まあ、この弥生賞で当日前目のポジションを取ってきそうな馬。 というところを推理していってそこを中心に馬券を組み立てるのがいいのかなと思います、まあ、続いて前走5着以内の馬過去10年の3着以内は30頭中なんと28頭は前走5着以内でしたまあここはあのグ,レグレードとかレース問わずなんですけども従、まあ、ってやっぱり弥生賞という、まあ、素質馬が集まるレースである以上前走もそれなりの成績を残していないといけないなという傾向になってます そしてキャリア4 0以内の馬。過去10年の優勝馬のうち、実に8頭が該当まあこれも今の話してきたところとかぶりますけど、やっぱりこれから佐々木賞を見据えて、えー、この弥生賞 G2 という舞台を考えても、少ないキャリアでしっかりと結果を出してきた能力の持ち主っていうのが必要となりますので、このキャリアというのも見ていきたいところですね。まあ続いて中山芝2000メートルのコース紹介。 まあ基本的には前有利のコースとなっています。1コーナーまでに先行争いが激しくなることもあるんですけど、まあ、コーナーを迎えてしまえば落ち着いた流れになることが多くて、全体としては先行逃げというところで、あんまり直線域とかは聞きにくいコースになっています。えー、プラス、まあ、やっぱりスタート地点、まあ、スタートしてすぐにまた急坂を迎えて、えー、もう一回最後の直線で2回目もう一度、 急な坂を越えますのでそれれなりののタタフさスタミナというのも求められますですので、まあ、1, 1回の2ゲーまでは厳しいですし単調な馬ではちょっと厳しいかなと底力がしっかりあってな、まあ、おかつ素足も伸ばせる馬そして枠順としては、まあ、若干外目がより8枠がですね、まあ、意外にう成績が良くてあとは4枠5枠とか中枠がちょろっと良くてというところで、えー、まあまあ 差としてはその程度ですのでそこまで気にしなくていいかなとは思いますでは枠順ごとの成績こちらに関しては、えー、中山芝二戦全体ではなくて過去10年の弥生賞の、えー、枠ごとの成績ですで実はですね678枠でご覧のように7勝してますなので非常にこのレースに限っては外枠が有利という感じですね 1>, でまあ、1枠も副賞率こそ低いものの優勝馬出ていますし、えー、34枠も優勝馬出ているので、まあ、そういった意味でもそこまで気にする必要はないかなとは思いますけれども一応過去10年のデータというところでお伝えしておきます、まあ、続いてラップの特徴過去10年前半3波百 600m の入りが36秒に。 後半3波論上がり最後の 600m が35秒6というとこで0秒6差の後継ラップ最後の3波の方が速いとなっています、まあこのラ。ここに関してはこのレース結構道悪で、えー、やや重とか不良馬場で行われることも多くて、まあ、参考程度になりますけれども一応後半の方が速いラップ構成になることが多いと言えます。そして特徴としてはスタートから2波論目に11秒台前半 まあ、年によっては10秒台もあったりしたんですが、えー、結構激しい先行争いが繰り広げられることもありますただしその後はゆったりと流れて 1000m というかおおむね61秒を過ぎることが多いですそのためやはり全体的には先行よりの流れ、えー、両馬場で馬券圏,圏内目指すとするのであれば上がり34秒台から35秒台前半、まあ、ここが必要となってきます、まあ、ただやっぱりこの時期の中山ですので 今天候の道はの影響もあるんですけども、そこまで早い上がりは必要ないと。まあ、33秒台とかっていうのは基本的には必要なくて、まあ、34秒台から35秒台前半を使えれば、バ、えーケン圏内十分あり得ますね。もちろんそれが、えー、重い場場になってきたりとか、不良場合になってくれば、もっと遅くても大丈夫ですので、まあ、そうするとね、いろいろと荒れる要素が出てくるとは思いますが、一、え、応、ー、ラップの特徴はこのような感じです。 まあ続いて決闘データ。まあ何と言ってもディープインパクトですね。5勝。まあ去年亡くなったこともあって、えー、今年は今年から放置者弥生賞ディープインパクト記念というところで名前が変わったこともありますけど、まあ、その名に恥じぬぐらいディープタンクが強いということで、過去10年5勝で2分の1の確率になってますからね。というところで、その意味でも非常に 確率が高いと言えまバケン圏内されたケもちろんディープの SS 系なんですけど、ディープインパクトだったり、ハーツくらいだったり、ネオイリバース参加が結構強くて、えーまあ、ビクトワルピサですね、そのあたりにも注目していきたいです。で要注意穴ケット、穴、まあ、というわけではないんですけど、ヨーロッパ型のノー探ンダンサー系ですね、まあ、特にややおも以上になってくれば、この辺り。 過去にデインヒルの血を持つ馬だったり、えー、サドラーズ・ベレイズの血を持つ馬だったりといったのが来ておりますのでその辺りで、えーまあ、非常にですねここに関しては本当に、えー、どうも天候が怪しいレースが多くてこの弥生種に関してはこの辺りも当日のまあね馬場状況を見て買いたいなというのが正直なところです。 えー、そして、まあ、レース名もなってしまった通り、ディープがとにかく強いレースですね。そして、まあ、今話した通り、ネームリバース3区。まあ、今年はその直肢はおりませんが、子供であるビクトアルプス3区が2頭かな、登録しておりますので、そのあたり見ていきたいですね。そしてタグナーバになった時のノーザンダンサー系というところで見ていきたいと思います。まあ、レースの肝。やっぱり荒、ね、れるか硬いか見極めろっていうところですね。 その3連単10万超えが4回、まあ、昨年も大荒れでしたけどもある一方で逆に50倍以下の3連単としては硬い決着も実は3回ほどあってうんあのアレワードは道を歩る前残り差し損ねですね荒れた時のを見ていくと基本的にこの3連単10万超えの4回中で3回はやや重で、えーまあ、そのあたり馬場の問題としてもう1個は前残り やっぱり人気馬1から4番人気のうち、えー、2頭3頭以上差し損ねていたりとか結果、えー、人気をしたけど前に行った馬4コーナー45番手以内でそこから粘り込みを図った馬が大穴を演出していたりというところですので、まあ、この辺りの傾向を踏まえつつ今年どうなるのか馬場も踏まえて見ていくことが大切かなと思ってます、えー、ディープサンクで勝った馬は とというところで、まあ、実は過去10年の5勝中4勝が母足フレンチリプティなんですよね。な、ま、の、あ、で結果的にサンデーかけるリプティミニスター、えー、まあバイス・リージェント系というところで、まあ、非常にこれもこのレースの傾向とか意味合いを表しているのかなと思います。まあ、それなりにタフな馬場になることも多く、えー、単純なスピード、まあ、東京の軽い芝しか対応できないような馬はちょっと厳しいかなと。 でまあ昨年の名称天元もパワー型ですし、えー、3年前か2年前か、えー、多分3年前かな嘉手納が勝った時もまあね結果的にもう先週小倉大商店勝ったあの場合で勝ったようにパワー型になっておりますのでだんだん小判になってくるとあのー、瞬発力より 持続力、パワーが勝ったタイプ、まか、あ、引きもそうですけどうん、そのタイプが結果的に弥生衆では結果を出しているというところ。で、今年のディープサクサ里のフラッグは、母のうち、ノット・フォー・セイル、あのダノン・ファンタジーの母の父と一緒ですね。で、この馬が、まあ、アルゼンチンの馬で、まあ、このサンクに関しては、まあ、ダートの G1 でも勝っていると。もととアルゼンチンが ダートを中心で、まあ、芝のコースもあるといったような国になっておりますので、えー、その辺りでまあフレンチリピティ米国型とノーザンダンサー系と大きく分けると言われてますけど大きく分ければ南米、まあ、同じアメリカ、ねえー、北米と南米というのは違うかもしれないけれどもその辺りで、えー、ダートもこなせる母の父というところでは大きな国で一緒かなと思いますので、えー、系統的にはそんなに割り引く必要はないかなと。 まあもちろんね、ダノンファンタジーは、どちらかというと軽いはの方がいいとは思うんですけども、そのあたりで、えー、今年に関して決闘的に言えば、今年のディープサンクも悪くないかなと思います。では、馬券のポイントまとめ。枠順としては、外枠、6から8枠が、まあ、どちらかというと、有利。数字上は傾向的にいいですよと言えます。展開は、前有利。 4コーナーナ番手以内につけそうな馬を狙っていいきたい特に穴馬であれば差しより先行馬ただし道割になった時は差し一気も効きやすいので天候と相談の上ですねそして前走ここに関しては重傷を走ってきた馬特に G1 今年はホープフルステークス組が何とかおりますのでそこはやっぱり馬券に組み込まないといけないかなと思ってますそして決闘そしてはディープインパクトそして 米国型型欧州型問わずノーーザンダンダサー系これを母の父持っていると結構プラスかなというデータが出ております。ということで師匠の分析をししてきました今年はどうですかね正直ちょっと小粒なのかなとか若い引きがいた年とかに比べるとメンバー的にもね、まあ、あの年はエアスピネルとかもいましたし、えー、非常に 年によってレベル差だったり注目度っていうのは結構変わってくると思うんですけどもまあ逆に今年は突き抜けた感じがない分荒れる要素もあるのかなと思ったりもしますけどねえその辺りでこの傾向特にやっぱり若駒のレースですのであのデータをぶち破られる時もあるんですけども傾向は傾向としてしっかり抑えつつそこに自分の勘をプラスして感性とかねシックスセンスというとこを合わせて予想していきたいと思います。 では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。